おはようございます。ホジロ写真家タイムラプスクリエイターの成澤と申します。今私はですね、道の駅阿蘇というところに来ております。めちゃめちゃ天気悪いです。西日本旅っていうのをですね、決行中でございまして、埼玉県の自宅を出てですね、車で佐賀県まで行ってきたんですよ。私だけじゃなくて奥さんもいるんですよ。はい、画面に映ってないんですけど、いましてですね、車中泊をね、たくさんしたんだよね。したね。こんな感じでここに2人乗って寝るっていうことをやったんですね。でも寝るときはこう荷物を全部前の座席に、前の座席にこうやって詰め込んでですね。でここで2人寝たと。まあ足伸ばして寝れるから、そんなすげえ快適とかじゃないけど、まあ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 良かったよね。思ったより全然快適だった。そうですね。はい。遠征の時によくカーフェリー利用するんですよ。車ごと、フェリーに乗って移動するっていうことをやるんですね。どうしても機材が多いので、車ごと行かないとこう撮影に、自分の撮影ができないっていう状態なんですけど、帰りは船でもうゆっくり帰りたいなっていうことで、別府から大阪まで、サンフラワー号っていうのが出てるんですね。それに乗って帰ろうと思うんですよ。山並みハイウェイってところを通って帰るんですけど、そこがね、星の撮影地としては結構いいとこで、過去に行ったことあるんですよね。で、昼間の風景、すごい素敵なんで、それをお届けできればなと思うんですけど、天気が悪いので、自分の思い出の撮影地みたいなのを紹介しながら、サンフラワー号に乗車するっていうところまでやりたいと思います。それでは行ってみましょう。覚えてるよ、久しぶりに来た。覚えてる覚えてる。ここ天竜さんと来たんだよね。あ、覚えてる覚えてる。ほんとね、ここでこれと、うん、後ろにね、なんか九十連山っていうのかな、うん、うん、があって、そこに天の川かかったんだけど、うん、この構図でまずね撮った。あのね、こっから撮った。ここから撮ったね。そう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 、そういう感じで撮った、そういう感じで撮った。うん。途中左側から月が昇ってきて、うん、ここがちょっと月照らされてさ、で天の川と一緒に撮ったんだけど。うん。夏いいな。見えてきたね。あ、なんか太陽のマークが書いてあるあの船だよね。あー、これでかいな。すげえでけえや。一応サンフラワー号のちょっと説明をしておくと、本当はね、夜出る船なんだって。でも今そのカジュアルクルーズって言って、昼間に運航する便が限定で出てるっていうことで、今回乗るのはそれです。船の旅ってね、結構船の中もいろいろ趣向が凝らしてあって楽しいんですよ。忘れ物ないね、大丈夫な。一回乗船しちゃうと、もう荷物を取りに戻ってくることはできないので、ここでしっかりと持っていくものを整理して、よし、
多分大丈夫だと思う。よし、ゴー。はい、どうも。どうも。よいしょ。おお、こんな感じかな。あ、なんか演奏してる。すごいね。あ、なんか吹き抜けになってる。すごいね。新しいね。すごい新しい。本当だ。広い。今ここにいるのか。ここにいるんだね。で、7階が、あ、お風呂7階だね。ペットと一緒に乗れるんだ。それいいよね。うん、下ではまだ演奏が繰り広げられていますね。ここか。チケットについて QR コードをピッとすると。お、これで開いた。へい。ええやん。ええやん。窓ついてる。ありがたいね。あ、びっくりしてる。すごい。立派だね。身支度スペースがドレッサー付きです。うちトイレって。このトイレ。あ、なんか、シャワールーム兼のトイレだね。これは。はい、それではですね、だいたい出発してから3時間ぐらい経過したのかな。うん、大変快適でございます。で、今お風呂も入ってきたんですけど、すごい綺麗な感じで、身だしなみを整えるスペースみたいなのがあって、それが仕切りがついてて、めちゃめちゃ好印象なお風呂でしたね。瀬戸内海に入ったところなんですかね。なんですが、今日結構風も強い予報だったはずなんですけど、そんなにやっぱり揺れてないですね。瀬戸内海自体がなんかすごく穏やかで、こう波がザッパンザッパンっていう感じじゃないんですよね。風強くてこれだったら全然いいじゃんっていう感じで、私ちょっと乗り物用意しやすいんでとか、過去にすごいこう波が高い船を経験してもう乗りたくないなみたいな思ってる方多いと思うんですけど、これだと全然いいんじゃないの。いや、私もなんかこれからもっと利用したいなって思いましたよね。で、これからですね、その橋の下をくぐるっていう、まあ、イベントがあるので、それを撮影したいなと思うんですよ。で、どういう風に撮影できるのかちょっとわからないし、まあ、この天気なので、まだ青空は上の方見えてきてるんですけど、低いところはね、まだドヨンとしたままなんですよ。だからどういう風に撮れるか全くわからないんですけど、とりあえず1回目橋の撮影してみれば、どういう感じで撮れるのかなっていうのはわかると思うので、2回目、3回目と、それで、トライしてみたいなと思います。まあ撮影する時間が違うので、次乗った時のロケハン的な撮影になるかもしれないですね。
に住んでるからこっちから見えるってことだよね。どう撮ろうかな。どう撮ろうかな、難しいな。あれ、あれはなんだ、あそこ通るのかな。あと10分ぐらいか。だいぶ大きくなってきた。ああ綺麗だな、しかしこの撮影に勤しんじゃったけど綺麗だな。しまなみ海道を通りました。このあと9時ぐらいかなに瀬戸大橋を通ります。まあ今と同じような環境なのでどうやって撮影するのか今からちょっと考えたいと思いますけど、この子は今まだ頑張ってるけど、そろそろいいかな。おおすごい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 。あ、チケット、はいはいはい。2名様分で4600円頂戴いたします。はい。はい。ペアペア。おお。すごいよ、このデザート。すごいよ。角煮とこ。すごい。とりあえず全部取っちゃうもんな。どうしよう。それは刺身？うわあ、刺身か。どうすかな。こっち何これ？あ、これが大分県の郷土料理琉球だってこれ。こんな漬け料理みたいな感じ？あ、こんなのもあるんだ。プチシュークリーム。もうやばいんだけど。大変なことになってしまいました。胃袋持つかな。くぅくぅ、胃袋持つかな。これ胃袋持たないよ。いただきます。あー、おいしい、おいしい。うん、これさ、他の船で食べたものでさ、比べ物なんなくない？全然違う。他の船のやつ、ラーメンとかさ、カレーとかさ、そういうなんか定食っていうか、一品物っていうか、チャーハンとかね。うん、これすごいよ。確認いきます、確認。あ、これもおいしいわ。これもおいしいわ。琉球茶漬けにしてしまいました。ちょっと盛り方が品がないけど、つるんといくね。あー、なんかね、刺し柔らかい、柔らかい。どうしようかな。あ、見えよこれ、優しい。どこか優しい。食べようかな。持ってきてしまいました。締めのカレー。これでも少なめに持ったつもりなんだけど。じゃあ、いただきます。なかなか濃厚。ビーフカレーだもんね。すごい高級な味がする。うん。普段食べない味だ。俺はデザートまで生き残れなかった。サンフラワー強敵だぜ。サンフラワーのビューフェア強敵だ。あ、
も行くぞ。頼むぞ。こっちとあっちで今回分けました。で、あっちのカメラを大変申し訳ないんだけど奥さんにちょっと見張ってもらって、あの風の弱い方をね、で風の強い方こっちは私が見ているという感じで、もう撮影スタートします。インターバル間隔も1秒でガシガシやって、とりあえず今回2台ともタイムラプスで行こうかなと。で最後に明石大橋撮るんで、今回のそのタイムラプスで撮ったやつを見て、うん、いまいちだなと思ったらちょっと動画撮影次やろうかなっていう感じですかね。まあどっちにしてもこのクラスだと動画で撮れるものもちょっと限られてくるので、ああこれ多分人がまたわらわら来ると思うんで、カメラの近くで立っていたいと思います。なんかたまに水当たる。雨じゃない。雨？雨なのかな。雨か。あれ？それは予報を調べてなかったな。これ牛乳、これヨーグルト、これ山芋、そして卵とスクランブルエッグがかぶりました。これわかめ入り青のりだそうです。美味しそう。船って下手したらさ、どこの旅館ですかこれみたいな感じになるよね、うん、普通のホテルと変わんないもんね、ちゃんとした部屋だったら、うん、今回部屋入ってた時本当にホテルじゃんって思った。うんうん、ね、うん、快適だったな。でもあっという間に着いた。あっという間です。イベント多い。イベント多かったね。イベント撮影もこれいっぱいやってたから、うん、まあ、2時間ごとに何かしらあったよね。うん。次から次だったり。うん。あ、もうなんか友達船でいつも北海道帰ってるとか言うと、移動時間が18時間とか言うとさ、長いみたいに言うけど、実際乗ってみるとそうでもないよね。ご飯2食、ご飯食べて寝て、ご飯食べて寝て、起きたら着いてる。楽しいよね。でも今回、午後1時かに出て、朝着くから、昼間のその、写真のシャットも撮ってないんだね。うん。だから、うん。昼間の橋の下通るの撮りてえなと思ったよね。うん。その便も乗ってみたいなって思う。うん。夜も夕方もいいんだけどね。うん。でも一回撮るとさ、あ、こう撮った方が良かったなと思ってさ、うん、あ、この機材やれば良かったなと分かるじゃん。うん。次それリベンジしたいな。サンフラワーサンフラワー願いたいように憧れて行こう。はい、お店が着きました。サンフラワー撮って、サンフラワーサンフラワー撮って、サンフラワー、ありがとう。サンフラワー、お世話になりました。お世話になりました。とても良かったです。良かったです。
サンフラワー、これこのメロディーしばらく耳から離れないな、ね、サンフラワー太陽に憧れて行こう。